はい、じゃあ今日はダッキングの仕方と練習方法を紹介します。ダッキングはですね、前の動画でも説明したんですけど、こう前に行ったり横に倒したりしないですね。ちゃんと相手のパンチを避けて前に少し入って有利なポジションを作る行為なんで、避けた後にやっぱり自分がバランス良いポジションに入れる必要があります。なんでダッキング横に前に行ったり横に行ったりしないずに、しっかり前に股関節を入れる動きをします。こういう動き、こういう動き、今これこのここだと今僕は前足の横ケツにすごい力が入っている状態ですね。ここでここまで作れると、その次今バランスがすごくいい状態ですね。片足立ちになってもバランスがいい状態なんで、ここからだと強く返せます。反対もしっかりで来た時にこっち避けます。今後ろ足の横ケツがすごい張っている状態、こうバランス状態作って返す、この形しっかり作ってください。これがスムーズに動けるように、カクカクしないでスムーズに動けるように、まず一人で練習してください。動きがここら辺にできてくると、まあ、支部でやってるんですけど、まあ、対人で、やったりします。では小沢さん行きます。支部でやってるのはですね、まず、まあ、対人で相手の人に前 手1本出してもらって今の動きをしますね。まあ、手出してもらった出すと結構みんなこうやってるうちになんかこうどん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 反っちゃって、体はこうニュートラルなポジションをすごい反っちゃうんですけど、まあ、しっかりいい、まず最初にここで綺麗なポジションを作るね。ちょっと前傾した状態、ここ作った状態で前にこう横目で見ると拳があるぐらいのところですね。横目でちょこっとこう頑張って見ると拳があるところ、こういう動きします。こうやってるうちにこう反っちゃったりするんで反らない、まあ、シムで大体これ30回ぐらいやりますね。でちょっと10回ぐらいやります。ここ出してもらって、で10回。はい、まあ、こういうのをちょっとウォーターシブではやってます。じゃあその次、まあでこれがまあまあ大体できてくると次は、相手にワンツーを出してもらってそれをやる、ダッキングでやる、ディフェンスするっていうのをやってますで。まあ、ダッキングって言うんですけど、まあ、ワンツーの時は3点ですね。ダッキング、まあ、右前、左前とスウェー、こう後ろ、まあ、3点作って三角形で相手のワンツーを、避けるっていうディフェンスの練習の仕方をやってます。で、まあ、三角形の頂点行く順番はどうでもよい、まあ、自分で好きなようにやってください。まあ、ちょっと試しにやってみます。まあ、こんな感じで、まあ、ちゃんと頂点に行く順番は何でもいいんですけど、まあ、3点使いながら相手のワンツーをきれいに避ける練習しています。でこの時もそうですけど、まあ、スウェーやった後にしっかり戻ってください。ダッキングやった時にしっかりこうニュートラルなポジションに戻るね。やってるうちに、まあ、大体パンチで圧を感じていくと、まあ、大体みんなこうちょっとニュートラルなポジションを反っちゃうんで、しっかりまず最初にこうきれいに戻るポジションをしっかり決めて、それに対して OK。これ打ち手の人はあんまり早くしすぎると、まあ、ちょっと相手の人が上手じゃないとうまくできないんで、もうこれは打ち手の人は相手に合わせて、今笠原がやってくれたりも本当に もっとスピードを落としてやったりとか、受け手の人はこう相手の技量に合わせて調整してください。じゃあちょっとやるか、20秒ぐらい。はい、まあっていう感じでうちは練習してます。はい、皆さんもやってみてください。